お疲れ様ですツイッターね結構ねあの記事をポン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 書いてるんですけどもねなんか知らない人からいろんなこうなんですかね返信っていうんですか頼んでもないのに来るんですよ。でまあそういう場合ってあんまりね賢い言葉じゃない人がたまに出てきてああ賢くないなと思うんですけどもね。 都心の駅前でなんか自分で思ったことをつこうボソボソとつぶやくとするじゃないですか。でその独り言に対してまあなんか自分なりの意見を言ってくる人が、まあ、リアルな世界ではねなかなかいないでしょうねでもツイッターに書くといるんですよで。もちろんそういうこともありえると思って書くから、まあ、その反応の、まあ、楽しさっていうのもあるんでね。 何関係ない人が絡んできてんだよっていうふうには言わないんですよね。まあそういうことも起きること前提でやってるんですけどね。うん、まあでもなんかね、その知らない人の一言に対して関係ない人も興味を持つ。まあでもそんなもんでしょうね、やっぱりね。だからお前に言ってんじゃねえよみたいなのも心の中でね、浮かばないことはないんですけども。まあでも、 お前に言ってるわけじゃないのに勝手な反応が来るっていうのも、そのツイッターとか SNS の、まあなんか見どころですからね。うんまあ、多くはなんかこう、まあ、面白いこと、賢いことを書いてくださる方がおかげさんで、まあいるんで、あの、まあそれでいてフォローとかね、始まるんですけども。うん、なんかたまたまね、自分の考えと違っただけで、ものすごい一生懸命ね、<laughs> 自分の主張をね、 してくるる方がいるんですよね残念ながらそういうのを最初の一行とか一文字ぐらいでも一 <laughs> 文字って言ったら言い過ぎですけども本当一行ぐらいで読まなくなるんで一生懸命書いたのにあ読まれない書き出しをしちゃうのはちょっとこう賢くないなってそこが賢くないなと思うんですよ、まあ、つまり賢い書き方ってねあの好意的な書き方をしていて傷つけないように反論をしてくるんですよねしかもそれに納得感があるんですよ それは何かっていうと気づきとか発見なんでしょう、ね、あ自分はこのようにつぶやいたけどもそういう見方もあるのかっていう風に要するに反対論ななのに納得させられるみたいなねついつい最後まで見たくなる聞きたくなるみたいなあこの人の考え方は自分とは違ったベクトルに向いてるけどもこの人のような脳みそになりたいなとかね、うん、それがだから人が考えを変える時のきっかけになるんでしょうねきっとね、うん だからこう違うことってありますもんね、なんかね。うんまあ、むしろ一致してることの方が奇跡に近くて珍しくって、なんか同意してる人の方が、なんかこう、疑わないといけないっていうかね、分かった気でいて、えー、なんか仲間になろうとして、本意じゃないけど、そういうふうに言ってるとかね、実はね、みたいなことをね、まあ、人の口をついて出るわけですけども、実はじゃねえだろ、みたいなね。いや、実はを最初に言えよ、みたいなとこでしょ。なんかそこそこ関係が良くなってから、こう、本音を、 出してくるみたいなね後出しなんとかみたいな感じですけど後出しじゃんけんですか、うん、それが果たしていい人なんでしょうかそれとも最初っから本音をねぶつけてきてえー、なんかね離脱される人の方がいい人なんでしょうかさまあ、様々でございますじゃあ今日もスタートしましょうかえっ、ー、と28日3時でございます